からいただいたコメントをご紹介したり、質問疑問気になったことなどなどなどにお答えするコーナーとなっておりますので、どうぞよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。まずはこちらの質問から。中間車と後尾車をネジ止めする柱は後付けしたんですか？電気会社さん、いつもありがとうございます。そう、これ改造するときによくマッキーが使う手法なんですけど、この中間車とか後尾車とかってクーラーを外そうとすると中の支柱も一緒に取れちゃうんですよね。なので前はそこをパテで埋めて一度支柱の部分を固定してからクーラーを外してたんですけど、これだとさ、いやパテが乾いて固定されるまでの間待ってる時間がもったいないなと思ってさ、最近はもうクーラーはズバッと取って先に屋根を作って、でこの支柱を後からパテでくっつけるっていうやり方を使ってます。一応説明しとくと、まずクーラーを外すでしょ、そしたら支柱も取れちゃう、でそしたらここから切り離しておいて、今の説明で分かったかな説明下手くそだな、おい全然分かんねえよって方はですね、概要欄に関連動画載せときますので、そっち見てくれた方が分かりやすいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。続いての質問はこちら。車体の汚れは何を使ってきれいにしましたか？小田急沿線民さん、いつもありがとうございます。これ前回の動画のやつですよね。まあそもそもリサイクルショップで購入した種車だったので、まあいいんですけど、いいんですけどそれにしてもちょっと汚すぎましたよね。でそんな車体をきれいにしてくれたのがこちら、ててシールハンガー。ダイソーさんの商品となっております。まあ優秀、まあ優のコスパも最高、決してダイソーさんの回し物ではありませんし案件でも何でもないんですけど、シールを剥がしたい方、ベタベタを取り除きたい方、これねもう本当にめっちゃおすすめなので、使ったことない人いたらぜひ一度騙されたと思って、騙されたと思って一度使ってみてください。気持ちいいくらいベタベタ取れるんだよ。はい、うちね多分ダイソーグッズ結構使っていいんじゃないかなって思うんですけど、そう上級パーツになりそうなものが結構あるんですよ。なのでね、お時間がある方はぜひダイソーさんに足を運んでいただいて、店内プラプラしてると、おこれ結構使えそうじゃね的なグッズが見つけられるかもしれませんね。想像力を膨らませながらお買い物を楽しんでみてください。続いての質問はこちら。不要になったり動かなくなってしまった車両はどうしていますか？マモさん、いつもありがとうございます。そうね、不要になったり動かなくなってしまった車両、そもそもね、その不要になった車両っていう概念がちょっと分かんないっていうか、ピンとこないっていうか、そんな感じなんですけど、もう本当にさ、ズタボロの手の施しようのない車両でもパーツ取りになったり改造用の種車になったりもするし、動かないものに関してはサボロさんがねなんかこうちょいちょいしてくれるんで、なんかさ、リサイクルショップで動かないやつって安いじゃん。だからわざとこうなんか同じ種類の車両で片っぽ動きます片っぽ動きませんのやつだったら、あえて動かない方のやつを買ってきて修理して動いたら改造しちゃうとかねで、さすがにあちこちパーツを取りすぎて魚の骨みたいになっちゃったり、もうどこも使えないよね、取れないなっていうぐらいになった状態の時にさよならする感じかな。でもなかなかね、捨てらんないんだよね、そんな状態になっても。
もなんか使えんじゃねえかなと思ってなんかつい取っといちゃう癖があるんですけど、そしたらさ、そんなジャンクパーツたちも動画のワンカットに使えたりしてねいやまあそんなんばっかり言ったらキリがないし、収納も甘くなる一方なので、もうこればっかりは個人個人の価値観なんかもあるんでね、いらなくなったものとか、まあ動けなくなったもの、動かなくなってしまったもの、まあ捨てるもよし、売るもよし、誰かにあげるのもよしだと思いますよ。とりあえず一番心がけなきゃいけないのは整理整頓、整理整頓、ほんと整理整頓を3回言っちゃったきちんと心がけましょう。他にもたくさんのご意見ご質問ありがとうございました。もっといろいろお答えしたかったのですが、また次の機会にさせていただきます。はい、というのもですね、ちょっと今回はマッキーから皆様にお話ししたいことがありまして、まず謝罪ですよ。いやちょっとまあ YouTube でこういうサムネも流行ってたけどさ、いや本当に先に言っときます、ごめんなさい。何にごめんなさいって、平成3700型にリクエストくれた方、本当にごめんなさい。いやあれね、似てないよ、下手くそでした。何をどう勘違いしてあの顔を作ったのか、なぜあれでよしと思ったのか、もうね、言い訳しません。すべてはマッキーのミスです。本当にごめんなさい。時間を見つけて作り直す予定でございます。リメイクなので多分1本の動画になることはないと思いますが、作り終えた際にはですね、何かの動画の後にちらっとおまけ映像的な感じで軽めの走行シーンなんかができたらいいなと思っております。はい、もう本当ごめんな、ちょっと時間ください。なんとか顔作り直すんでよろしくお願いします。これはまあいわゆるアンチコメントってやつについてのマッチなりの個人的な意見なんですけど、そもそもコメント欄っていうところは、その動画を見てくれた人がその人の感想を自由に書き込んでくれていい場所だと思ってます。もちろん褒めてもらえれば嬉しいし、よし次も頑張ろうってこう気持ちが上がったりもしますよ、人間だもので。ここで大事なのが、下手くそとか似てないとか言われてもマッキーは別にね、気持ちが下がることってないんですよ。なぜならそのコメントを書いてくれた人の自由な感想だからです。むしろそういうコメントがあったから自分でも3700でおかしいって気づけたし、なんならああそうだね、下手くそだわこれって同意しちゃったもん。で、そんなコメントを見てさ、マッキーをかばってくれるようなコメントをしてくれる人なんかもいるわけさ、すごいありがたいよ、本当ありがとね、申し訳なくなるくらいありがたかったんだけど、マッキーは本当に大丈夫なんで、だって今後もまだまだいっぱいあると思うし、それだけね、このチャンネルが育ってきたんだよっていう証みたいなものなので、全然大丈夫です。それにね、人間っていう生き物は、周りにイエスマンしかいなくなったら成長しないのよ。ダメとか違うって言ってくれる人が周りにいるって、もう結構それね、大事な存在よ。大人になるとね、そう言ってくれる人がどんどん減ってきてしまうので、本当に真摯に受け止めたいなって思いました。でもね、あれ何でもかんでもありってわけじゃないからね、もうそれ作品に関してのご意見は貴重なご意見として真摯に向き合いますし、ただの誹謗中傷は軽いにスルーしますし、触れるようなうんちゃら予告とかはもう即座に通報しますんでよろしくお願いいたします。多分さ、なんつうかな、このただの誹謗中傷みたいなことに関しては、そういうコメントをする人も、そういうコメントで傷ついてしまう人も、おそらくね、いやおそらく若い人に多いと思うんだよな。もしかしたらさ、なんか学校とか職場とかで嫌なこととかね、なんかあったりして、そんなイライラをね、こんなへなちょこなチャンネルのコメント欄で発散できるならそれでいいんじゃねって思っちゃうのよね。それで明日からまた元気に頑張れたらそれでいいじゃんって思っちゃうのよ、おばちゃんだからだからさ、みんなもあんまり気にしなくていいよ。逆にね、そうそう、イラッとするようなコメントを見つけた時はその人に返信するとかではなく、新たに楽しくなるようなコメントを書き込んで、なんかそういうコメントでいっぱいになってくれたら嬉しいなって思います。
そう、今後のコメント欄のテーマはラブ&ピース、これでいきましょう。前回の札幌市営地下鉄5000型の動画なんですが、たくさんの屋根情報、本当に本当にありがとうございました。コメント欄も屋根の情報がいっぱいで、ツイッターに画像付きで送ってくれた人もたくさんいて、もうみんなの情報量半端ねえなと、むしろね、リスペクト感さえ湧き上がってくるような感覚でございました。本当に本当にありがとうございます。皆様からの情報をもとに考慮いたしました結果、屋根はあのまんまにしておこうと思います。いやー、なんかね、無駄にクーラーとかつけなくてよかったよかった、本当によかったよ。みんなの情報ありきの札幌市営地下鉄5000型となりました。今後も何かの動画で通常に出てくることがね、多分あると思うんですけど、その時にはね、あの屋根ね、俺が教えてやったやつじゃんって、こう動画を見ながらふふんって顔していただければと思います。たくさんの情報本当に本当にありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか、今回の裏プラレール。なんだかマッキーのおしゃべりばかりになってしまいましたね。つい一方的に語ってしまいました。なんかすいません。次はちゃんとキャッチボールのおしゃべりをしましょう。ということで、次回11月22日日曜日15時からは生放送を予定しております。ファンの皆様からの温かいコメントから、アッチの皆様からの辛辣なコメントまで幅広くリアルタイムでバチコイ受けて立ちますので、お時間のご都合のよろしい方はぜひぜひ遊びにいらしてください。お待ちしております。それでは次回11月22日日曜日15時からの生放送でお会いしましょう。マッキーでした。またね。愛知の皆様からの辛辣なコメントまで幅広くリアルタイムでバチコイ受けて立ちますので、お時間のご都合のよろしい方は